サブちゃん、おいやおいや、こんばんは。こんばんは。りょうけん VS なっちゃんでポケ化します。なっちゃんの、ポケモン役がりっちゃんですポケモン役よろしくお願いします。ポケモン役のりっちゃんですなっちゃんはこのスターズデッキの雷中 GX、 はい。で、りょうけんが水ラプラス GX スターズデッキ、はい、イエー。電気は水を通す。だがこいつのデッキの弱点は草なんだ。そうだ、そう、草のはず。じゃあ、ただじゃんけんして先行後攻。最初はグーだけ、はい、先行。はい、じゃあなっちゃん先行。先行の時は確かドローできないはず。え、そうなんですか。確か、このめくる、そう、めくってください。一旦めくってください。せーの、はい、ホエルコだ。え、できてると。ホエルコ、じゃあこのベンチも表にしましょう。強くね。HP 高いですね。 HP 高い。はい、じゃあなっちゃん、ここで麻痺できる。電気ショック。麻痺にできるよ。麻痺に、そうか、麻痺に、麻痺にさせるんだ。で、プラス10のダメージだね。はい、はい、10。さあ、来い。裏、麻痺失敗。あれ出したい。やったぜ。ケロキロ、あれ出したい。サポート出したい。あ、サポート、本来は攻撃する前にサポート使わなあかんねんけど、ごめんなさい。失礼いたします。はい、じゃあサポート、ハウ、山札から3枚引く。お、山札から3枚引けよ。以上です。よし、じゃあ両剣引きやす。なるほど、じゃあこれをつけてエネルギー。終わりです。終わり。なっちゃんターン。はい、問題じゃない、問題質問です、はい、サポートとグッズは同じターンに出せるんですか。出せます。ただサポーターは1枚しか出せません。1枚ずつ出せますよね、うん、グッズは何枚でも出せ、何枚でもいける。同時に併用できる。できます。はい、ではくっつい。じゃあまずドローしましょう。はい、ドロードロー。おー、まだいいです。まだいい。ではくくい博士。はい、これはよろ、なっちゃん、自分の山札を2枚引いてください。山札2枚引けよ。あー、素晴らしい。もしかしてライチューか。いや、まあ、今2枚引いたんよね。はい、引きました。で、2枚引いて、この後こいつがアタックする時のポイントプラス20換算されると。じゃあネストボール。ネストボール。え、ネストボールか、うん、山札から自分の好きな種ポケモンを手札に加えてください。なんだ、あ、手札に加えるで、あ、ベンチに出すよね。怖いな。何をベンチに出す。怖いですね、これはね。いや、怖い。出すのはピカチュウ。なんだと。そうですね。はい、そして手札切る。あ、山札は切る。はい、ピカチュウ。ピカチュウ。ピカチュウ。ピカチュウ出ました、ベンチに。そして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 進化。おっ、ライチュウ。ベンチでライチュウになっちゃいました。そしてエネルギーをつける。はーい、で、攻撃。そしてエレキテル、電気ショック。何お、似てる。似てるかどうかわからないけど、多分似てるんだろう。麻痺30ダメージ。40ある。あー、麻痺にならず。よっしゃ、大丈夫、エレキテル。じゃあ次、よくやった。条件のターン。よし、引きます。でも調子はいいよ、今回。そうだな、やっと勝てる日が来た。畜生。エネルギーチャージ。そして、跳ねる。20ダメージ。確かに何も起こらない。以上だ。さあ、夏子のターン。ドロー。ここだね。ここか。あ、そっか。ベンチよ、ここだね。ベンチ。そして、これをエネルギーをライチューにつけていこう。つける。1枚ずつ。うん、1枚ずつだね。そして、エレキテル。電気ショック。わぁ、今 LINE してて気取られてたな。お、表、やばい、表になりましたので、麻痺。よっしゃ、やばいぞ。じゃあ、両剣のターン。はい、引きます。なるほど、エネルギーチャージ。3、はい、はい、いきます。せーの、ほい。表か。表になったんで麻痺解除。ありがとうございます。では、じゃあ、跳ねます。跳ねる。じゃあ20か。やっても、そうだよ、やってもいいと思う、はい、以上。さあ、夏子のターン。ドロー。ライチューにエネルギーをつける。いいよいいよいいよ。やばい、超強い。そして、やばそう、クラッシュハンマー。お、コインを1枚投げ、表なら相手のエネルギーを1枚トラッシュできるね。わー、うわー、うわー、ギャンブルに弱い。そして、エレキテル攻撃。あー、てるってことは10で麻痺できるかどうか。麻痺。おお、やばい。よくやったよ、できてる。よしよし、やばいよ。大変だ。よし、いくぜ。
ああ、なるほどね。じゃあちょっと一回道具を使います。ピュン。傷薬、30回復しまーす。ってことは60なんで30、うん、30です。あ、30、うん、よしよし、うん、はい、30、はい、はい、で、エネルギーチャージ。ではじゃあ攻撃します。ちょっと麻痺してるの。麻痺してます。フリー。うわー、ってことで攻撃ができることになり、波乗り。あー、ダメージ。エレキテル気絶。よくやった、エレキテル戻れ。じゃあ次誰出しますか。ライチュウ。ライチュウ来ました。ライチュウ、このデッキのキリキリ。マイクボーイフレンド。ボーイフレンズ。ライチュウ。じゃあ、両剣は、わいわい。あ、両剣、あの、一体倒した。ああ、そうだ。はい、ターンエンド。ターンエンドです。ターンエンドです。じゃあ、むっちゃん、一枚いこう。ほう、わい。でも、このままつけてもいいし、こいつらに行ってもいい。つける必要ない。そう、なんかこのね、パワフルスパークっていう効果がこいつについてる、かける20になるから。足すじゃない？あ、足す？あ、足すだ。あ、違う違う、あ、超エネルギー数かける20か。あ、20足すってことか。そう、これだったら今60、80、80ダメージってことか。まあでも雷が強いね。あ、でも雷、あ、このポケモンにも30ダメージなんだ。そう。わぁ、ポニーテールは？ポニーテールはこのボルテールじゃない？似てるな。ポニーテールとちょっと似てる。なんだよ、ポニーテール GX って。なんだ、確かに可愛い。そう、このボルテール GX っていうのは、この1試合に1回しか使われないから。あ、じゃあ今使うべきではないな。ちょっとここぞというタイミングの方がいいかもしれない。よし、エネルギーをつける。はい、おい。そしてパワフルスパーク。パワフルスパーク、やばい。あとは20プラス100だね。100ダメージ。嘘。いや、やばいぞ。100ダメージだ。よくやったら一中。さすが。これ引いていい？はい、引いてください。1枚。相手を倒したらサイドから1枚引けます。終わり。終わり。ちょっとポケモンない場合はどうするんですか。ポケモンない場合は公式ルールいきます。多分タメポケモンはベンチにいないと山札にいくつあっても終了です。あ、じゃあ、嘘でしょ。じゃあ両剣負けでーす。ということはらしい。なっちゃん勝利。やったー、初勝利。こんなことあるんや。え、嬉しい。始まったばっかじゃないですか。ちょっと弱っもう一回やらせちょっと、これさすがに。あ、やるやる。あ、そうそう、負けだったよ、やっぱ。マジ？嘘。おめでとう、なっちゃん。やったー、嬉しい、本当に。自分の場にポケモンがいなくなったら負けらしい。あ、じゃあここにいなかったら、うん、みんな逃げ、トレーナー失格ってことだ。トレーナー失格さんだから。まあでも確かにポケモンって持って手持ちのポケモンもらったら終わりやもんね。まあそれとほぼ同じやな。うわー、そんなことがあるのか。せっかくね、ライチュもっと武装したかった。